はい、紅酒くんが釣れました。とりあえずね、ちゃんと口だよ。ほら、わかる？証拠、口のね、考えてたところとは、まあ思ってたところのやつにはかかってるんだけど、ちょっとどういう風なかかり方をしてるのかをちょっとしっかりと確認します。ちゃんとこれわかるかな、口の、これが俺が口に引っ掛けるって言ってた狙いです。要するに口の中に糸を入れて、でこっち側から、魚から向いて右側から、引っ掛けると、これが紅の釣り。これは結構有効な方法だと思います。みんなね、はっきり言って引っ掛けすぎ。もうこの魚ボロボロだぜ。だからはっきり言って針、フックに求められる性能はパターンなんかないですね。おそらくパターンじゃなくて、どれだけ尖った針先がある、どれだけ針先を尖らせて、鮎と一緒ですね、触れかかりさせるか。だからフライパターンなんつうのは基本的に関係ないです。これで、でもこれでも60センチぐらいあるね。前回かかったのと一緒ぐらい。でもまあこいつはちょっとくたびれちゃってますね。ちょっと見てよこれ、さすがにひどくねえか。引っ掛け釣りをやられすぎです、この魚。ほら、お腹の部分もこんな感じ。基本的に当たりというよりは、糸がスッと止まる感じ。でそこで何か少し違和感を感じたら、スッと軽く竿を煽る。それで、紅鮭を今ゲットしました。とりあえず、まあひとまず1匹ですね。引っ掛け釣りはやりません。趣味悪いでしょ、アラスカまで引っ掛け釣りとかしたら。ほら、ちゃんとこれはかかってます。これ証拠ね。ただしっかり口の内側から外側にかけられるかといったら話は別。それをやろう、紅鮭でやろうと思うと、おそらく相当難しいと思います。ただ魚を手にするということを一つであれば、この方法は有効。実に、ナチュラルドリフトはさせません。基本的に、糸を横に、常に横にしてます。ハリスを、ハリスを常に横にして、その状態でもう常に横からテンションをかけてます。それで魚をかけました。ちょっとね、針のかかるポイントはかなり心配してたんだけど、しっかりと口にかかってくれてよかったです。ではこんなところかな。ちょっと真面目に語っちゃったけど、しっかり紅鮭は口の外から口に引っ掛けることは可能です。以上。